私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はワクチン副反応そしてコロナ後遺症の治療法についてお話をします。最近の報道で上咽頭酸化療法 EAT というんですがそれと抗酸化治療について説明をします。本ビデオの用紙ですが、 コロナは軽症でも後遺症が起こるという報道がたくさん出ていますコロナ後遺症は酸化ストレスが原因と考えていますワクチンも上咽頭の慢性炎症が原因ということと上咽頭削下療法 EAT の説明をしますそして抗酸化治療のデータをお見せして酸化ストレスを下げるにはについてもお話をします このスライドはコロナウイルスに感染すると ROS と書いてある酸化ストレスが上昇して免疫の暴走サイトカインストームを起こして肺炎など重症化するという論文ですそして新型コロナの主な後遺症は慢性疲労症候群の症状に類似していて酸化ストレスが原因だというふうに私は考えていますさて この報道は、2月12日、ヤフーニュースですが、軽症で回復したはずだったコロナ後遺症の深刻な実態、1年以上苦しみ、今はなお治らない記者の記録というものです。この記者の方は、2021年1月に味覚障害があって感染を確信し、抗原検査・陽性診断されたのですが、重症にはならなかったそうです。 そして2月に職場復帰したのですが初日電車で30分ほど通勤しただけですごく疲労したということで4月半ばにです、ねえー、急に倦怠感が強くなったということで、えー、休んでも回復しないということですそして平畑クリニックの平畑先生によるとです、ね、後遺症が悪化して筋痛性脳脊髄炎慢性疲労症候群に移行し 寝たきりになるケースもあるということで、えー、症状が最もひどかった6月はですね不調の波がいやおなしに押し寄せ本当に気分がめいたグレープフルーツの皮をむくだけでドライヤーで髪を乾かすだけで不調となったということです7月末頃から徐々に改善してきて役に立ったと見られるのは慢性上咽頭炎の治療だったということですさて 後遺症患者の多くが10度の慢性上咽頭炎というウイルス感染などにより鼻と喉の境で炎症を起こして慢性化するそうすると、えー、血がたまった状態になって脳機能が低下して自律神経障害などを引き起こすと考えられているそうです治療法は上咽頭作家療法と呼ばれ 塩化亜鉛溶液を浸した綿棒を鼻や喉から突っ込んで患部をこすって亜鉛の殺菌作用で上咽頭のうっ血状態を解消し炎症を和らげる治療ですしかしながらこれはものすごく痛いそうなんですねそして新型コロナワクチン接種後倦怠感などの慢性的な不調が続く人もですね慢性上咽頭炎になっている人がおり EAT による効果が見られる とということですそしてこの記者の方もですねジョイントには重度の炎症が起きていて EAT 処置後はですね頭が腫れ渡るようにすっきりしたとそして気持ちも前向きになったということで70回以上通院したと現在は不調なのですが11月末には仕事の復帰ができたということです上咽頭作家療法 EAT を行っておられる先生を紹介します。 私の隣に立っておられる方は、島根県松江市で福田内科クリニックを開業されている福田克彦先生です。この先生は非常に熱心にコロナの後遺症とかワクチンの副反応の治療をされています。そしてオンライン診療もされていますので、日本全国から相談していただけるという利点があります。 福田先生はコロナ後遺症ワクチン副反応に上咽頭酸化療法 EAT を100例ぐらいに行ってこられたそうですそしてそれだけでも効果があるのですが私の開発した抗酸化配合剤を併用することでさらに効果が上がっているとおっしゃっていますさてこちらは私の開発した抗酸化配合剤を飲んでいただいた126例の方で 後遺症で改善された症状がありましたかというアンケートに答えていただいたものですこの円グラフでは赤が最も症状が強くてゼロって書いてあるのが症状がなしの方ですが飲む前と後では倦怠感では感赤や黄色の部分分が半分以下になっていますそして頭痛に関してもですね約半分ぐらいに減っているということでかなりの改善が見られたようです 現在新型コロナ感染後の後遺症ワクチン副反応の症状に悩む方々へ私の開発した抗酸化配合剤の無償供与を行っています2022年3月末まで期間延長していますので該当される方はこの URL から申し込んでくださいなおメールでは受付ができませんのでご注意くださいワクチン副反応コロナ後遺症対策には酸化ストレスを下げるのが一番です タバコ、お酒をやめる、肥満のある方は糖質制限をする、十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げる、そして上院等作家療法も有効なようです。また、エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えています。こちらが抗酸化研究室についての情報です。